おはようございます。マジュメゾン今週のラッキーフォーチュン占いをお届けいたします。この番組は占い館マジュメゾン川越サロンの所属占い師相川千景がパーソナリティを担当しています。心がウキウキワクワク、今週も頑張るぞとなるような明るい占いをお届けいたします。ぜひ毎週月曜日朝8時からの放送をお楽しみください。ラジオ放送と同時に FM ルピタスの YouTube チャンネルからも同時に配信されています。出勤途中の電車の中からも楽しめますので、ぜひお聞きください。今週はウェイト・スミス版タロットを使って皆様の運勢を出してみました。タロットカードは78枚で1組、それぞれに異なる意味が込められています。選んだ1枚は偶然のように見えるかもしれません。でもその偶然には意味があり、カードはあなたへの前向きなヒントを伝えてくれています。それではお待たせいたしました。1月生まれさん、ワンドの3が出ました。今までの努力が評価され注目を集める時です。どうせとか私なんてというネガティブな発想は NG。 ポジティブな言葉をどんどん使うように意識することが大切。積み重ねてきたことへ自信を持って行動することで可能性を使います。金運は自分が好きと思えるものにお金を使うと良いです。満ち足りた気持ちがさらなる運を呼びます。2月生まれさん、カップのエースが出ました。好調な1週間です。いろんな人と交流を始めたい時です。仕事運は人間関係に恵まれるので、多少経験不足でも人脈を生かして仕事の幅を広げていきましょう。転職は人と関わるサービス業や感性を生かしたクリエイティブな仕事に縁があります。恋愛は自分の好きを大事にしたい時です。気持ちをそのままストレートに相手に伝えると心が通じ合う実感が持てそうです。3月生まれさん、星が出ました。自分の可能性を広げるきっかけが訪れそうです。自分の殻を破って思い切って変わりましょう。不安や迷いがあっても後ろは振り返らないで将来の夢を思い描くことが大切です。恋愛運は今週はロマンティックなアイテムが幸運を呼びます。装いにキラキラしたものやふわふわしたものを取り入れてみてください。4月生まれさん、審判が出ました。再チャレンジすると良い時です。前にやってうまくいかなかった企画、途中で投げ出してしまった教材、諦めていたことにもう一度挑戦するときっとうまくいきます。以前とは状況が変わっていますから、少しずつ動き出してみてください。出会い運は同級生や旧友からのご縁が広がりそうです。積極的にコンタクトを取ってみましょう。5月生まれさん、カップの9が出ました。ラッキーな1週間です。夢や目標を実現するため思い切って勝負をかけたいとき、仕事運は大きな夢を持ってそれを口に出すことで実現に近づきます。物質的な運にも恵まれるときなので、以前から欲しくてたまらなかったものは手に入ることができそうです。恋愛運は自分の好みは人と違って大丈夫。見た目や世間体よりも自分が素直に好きと思える人を選びましょう。6月生まれさん、カップの3が逆位置で出ました。周りに流されやすい時です。人の言葉に振り回されて焦ったり欲張ったりすると思わぬところで損をしてしまいます。今週は無理に周りに合わせようとせず、自分のペースを大切にしましょう。落ち着いた行動を心がけていると運気も持ち直します。お酒に溺れやすい時なので注意してください。7月生まれさん、ワンドの4が出ました。のどかな安らぎを感じる1週間です。慌ただしさが落ち着いてほっと一息、ゆっくり自分の時間を持てるようになるでしょう。家族や友人と心の幸せが満タンになるくらい思い切り楽しむと、さらに月を呼びます。フリーの方はパーティーや合コンに積極的に行くとラッキーな出会いが期待できそうです。8月生まれさん、ソードのエースが出ました。冷静な判断ができる時です。湧き上がるビジョンやひらめきを大切にして新しいことにチャレンジしましょう。またいいなと思ったことを周囲とシェアすると良い運気を呼び込みます。恋愛運は自分がどうしたいのかを冷静に考えて、自分の思っていることや言いたいことをスパッと伝えてみると良いです。感覚的に違うと感じている場合はお付き合いをやめるタイミングかもしれません。9月生まれさん、カップの8が逆位置で出ました。今週のキーワードは継続です。成功とは成功するまで続けること、諦めないで継続することが成功へつながります。
努力してもなかなか結果が出ず諦めかけていたことはありませんか？ここに来て明るい兆しが見えてきます。自分を信じてもう一踏ん張りしましょう。恋愛運はお相手とうまくいかないで距離を置いている人はやり直せる余地がありそうです。10月生まれさん、ペンタクの10が逆位置で出ました。今週は倦怠感に悩まされるかもしれません。無理をせず自分の心と体を最優先にして過ごしましょう。予定を詰め込みすぎるとミスが増えるので時間に余裕を持たせることが必要です。何事も準備を丁寧にしてから臨むことで心の平穏を保てます。金銭トラブルが起きやすい時なのでお金の貸し借りや出し入れには注意してください。11月生まれさん、正義が逆位置で出ました。今週は肩の力を抜くことが大切。仕事運は慌てて取り組むと焦りで判断を誤ったり欲張ったりして損をしがちな時です。前のことは気にせずマイペースマイペースと自分に言い聞かせながら進めましょう。生活習慣が乱れやすい時です。夜更かしや食べ過ぎが病気や肥満だけじゃなくてマインドの乱れにつながるので気をつけてください。12月生まれさん、ペンタクルの4が出ました。頑張ってきたことが認められ手応えを感じられる1週間になりそうです。しっかり受け止め次の計画に生かしましょう。ただ強欲すぎると運気を下げてしまいます。損得感情にとらわれすぎないことが大切です。対人関係はフランクな付き合いを心がけたいとき、今まで気が合わないと思った人とも気楽に付き合ってみると楽しい時間が過ごせそうです。はい、いかがでしたでしょうか。占いは運気の水先案内人です。運勢が良かった方もそうでなかった方もぜひ参考に元気に過ごしてくださると嬉しいです。この番組でお届けするメッセージはあなたが生き生きと幸せに過ごすためのもの。来週もこの時間は相川千景が心を込めて皆様にお届けいたします。ぜひお楽しみに。相川千景は占い館マジョメゾンで対面鑑定、オンライン鑑定、電話鑑定をしております。メインとなる占いは三名学、西洋占星術、タロット、手相、イーチンタロットです。どちらの職場に転職したら良さそう、出会いはいつ、あの人の気持ちはなど、どんなお悩みも親身になってお聞きし、あなたと話しながら今後どう動けばいいかを一緒に探っていきます。周りに悩みをなかなか相談できない方はどうぞお気軽に出してください。毎週日曜日は川越サロン、そして不定期にはなりますが金曜日には声優浦安店に出演しております。川越サロンの場所は西武新宿線本川越駅から徒歩4分、県民共済新宿区のお店の2階にあります。ご予約優先となっていますので、詳しくはマジョメゾンの店舗サイトや相川千景のブログ、インスタグラムをチェックしてくださると嬉しいです。そしてこの番組の X、 ツイッターアカウントがあります。マジョメゾン今週のラッキーフォーチュンのアカウントは@川越メゾン FM、どうぞフォローをお願いいたします。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今週の運勢をお届けしましたのは相川千景でした。それでは皆様、来週もこの時間をお楽しみに。素敵な1週間をお過ごしください。今日もお気をつけていってらっしゃい。